まあ、1匹釣った場合はこう連続で来るっていうことは、結構少ないです。この魚が海の中でこうかかった時に暴れ回ってますんで、で特にこの湾の中とか、磯はそんなことはないですけど、湾の中は結構そんなことが多くて、で、あのかけばらしっていう、その途中でばらして逃がしてしまった場合はもうほとんど魚警戒するんで、しばらくこの口使わなくなってきますんで、まあ、ここを投げてるんだったらちょっと5メートル場所移動するとか、ちょっと場所を移動した方がいいです。